激辛ジョリース、今日もみんなの尻に気をつけちゃう。やっていきましたー。はい、相変わらず大阪にいるんですけども、今回は、大阪一、いや世界一辛いと言われている激辛ラーメンに挑戦します。はい、今日のお店はこちらです。ラーメン世界一と書いてヨカイチさんと呼びます。はい、でこれ見るとね、このね、挑戦者求む激辛ヨカイチデスラーメンと、書いてあります。生半可な覚悟で手を出すと後悔するレベルですと。これしかもね、これチャレンジなんで10分以内に完食したらラーメンが無料、さらに7分以内で5000円の食事券プレゼントと、いうことで、まさに激辛チャレンジにふさわしいお店でございます。というわけで今日も激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで中入ってきたんですけども、これね、写真を飾ってますけど、この激辛デスラーメン、チャレンジ失敗した人たちですね、これめちゃくちゃたくさんいるんですけども、痙攣と脱水症状で救急搬送1名者が出てると、まさにデスラーメンにふさわしい、殺人ラーメンと言いますかね、すごいですね。お、来ましたー。去年からこちら水いっぱいになります。はい、よーい、スタート。いただきます。さあ、激辛デスラーメンさん、お手並み拝見。やばい、やばい匂いしかしないぞ、これ。大丈夫かな。あ、しかもこれ麺 1.5 玉入ってますね。結構な量ですよ。参りました。10分は、いや、ちょっと半分ぐらい食べ進めたんですけど、残り半分はちょっと厳しかった。
じゃあ残りスープ飲みようで、お飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。これやばいな、下に行けば行くほどこの辛い辛いのが沈殿してますから。完食しました。ごちそうさまでした。というわけで食べ終わったんですけれども、うわー10分以内はきつかったですね。なんかデスソースを使ったような刺激のある一品でした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。よかいちさん、激辛デスラーメン辛さレベル8.5 です。おめでとうございます。はい、麺もね 1.5 盛りで 1.5 玉か、ボリューム多くてね、結構なおかつ暑くて、すりづらかったですけども、はい、まあなんとか完食できたということで、はい、今日はこんなところで、終わりたいかなと思います。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とかも更新してますんでフォローお願いします。ありがとうございました。よかいち、これはカレーぞ。